マンスリーアワード始まりました、井上まあでございます。ノーミルク佐藤です。いや先生嬉しいね、今日はやったね。なんともうついにこの方をお迎えすることができた、はい、ということでございます。そうなんでございます。早速自己紹介並びにご紹介させていただきましょう。この方です。お声をください、どうぞ。声をください、声を。はい、声じゃん、はい、自己紹介を。いや声じゃないんだよ。そんな人な、表金の人だった。ありがとうございます。ブラブリッツ秋田の田中雄大選手に来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。ね、結界 MVP っていう企画なんですけど、まあそりゃ俺だろって思ってますよね、それはね。全く思ってないですね。いやだって今ね、もちろん秋田は首位でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そして21試合負けなし現状ね、収録時、はい、そして15試合のクリーンシート、すごすぎる、はい、すごすぎる。どうお考えですか。いや本当にもうチームみんなが頑張って走って体を張ってくれたおかげでそういう結果になってると思うので、だから今回その結果 MVP っていうのも個人的には嬉しいですけど、はいはい、まあ、本当にチームのおかげかなって思ってます。田中選手、俺のおかげだなっていう部分も多少もちろんあるでしょ。いや全くない。そうですか。あそこもあそこも止めてきたなと。シーズン始まる前はどうですか、こういう状況って多少イメージしてたんですか。いや全くしてなかったですね。本当にチームのみんな知らなかったと思います。この結果は予想してなかったと思います。だってどの辺から今年 いけるぞとか、いやでもやっぱ開幕戦ですかね。あ、そうなんですね。開幕戦相手盛岡だったんですけど、そうでしたね、はい、4対0で勝ったところから、はいはいはい、いけるぞ、自分たちのやってることは、はい、間違ってはなかったんだなっていうのがちょっとずつ自信に変わった瞬間でしたね。第7節まで無失点だったわけじゃないですか、はい、そうですね。ねえ、あの時正直思ったんじゃないですか、はい、あれ今シーズン俺入れられないんじゃないかなって。でも話題になってたんですよ、こっちでも。本当ですか。ええ、あれまだ点入れられてないですよ、秋田、しかも田中雄大選手って言って。はい、意識はしてました、あの無失点記録っていうのは。あーっていうか今までだって、あの、うんうん、点取られた試合6試合ね、そうですね、複数得点1試合、すごい記録ですよ、はい、これ、はい、いや本当にチームのみんなのおかげです。もう それももちろんねあるけど、やっぱり1点取られちゃった時ってショックでした、はい、いや、ええ、まあいつかは来るだろうなっていう思ってたんで。あ、そうなんだ、はい、でも友達からメールとか来てたでしょ、お前すごいあれだな、無失点だなとか。あ、もうみんなからもうシジマール超えろ、シジマール超えろ。そう、シジマールさんの記録があるんですか。はい、あ、そうですね、8試合失点記録があるんですけど、惜しかったですね。900分ぐらいだったんですけどね。ああ900ぐらいだったんですけど、もうずーっともう超えろ超えろ超えろみたいな。そっか、ちょっとそこは残念でしたけどね、はい、先生、このそうじゃなくてもっとすごい記録に近づいてるんですよね、データマンの観点から言うと。う、ね、田中選手は、はい、J1 にはなりますけど、あの西川周作選手が年間で16試合クリーンシートが確か記録のはずなんですよ、はいはいはい、となると、まあ、ちょっと収録時点ですけど事実終末ですね、はい、ハイに並ぶ可能性があると。あとこのままのまあシーズンで考えたらそれこそ全然超えられるんじゃないかというところがあるので。これは、うん、ご自身知ってました、その記録。いや全く知らない。本当、いや知ってたでしょ、あれだけツイッターにクリーンシートの数をこう一個一個上げてるわけだから。いやそれは何ですかね、そこは意識してなくて、こうツイートとかもこう、はい、し続けてて、うん、負けてないんで、はい、ちょっと原価的じゃないですけど。なるほど、なるほどね、やめられないな。確かに。かわいい。あ、そうですよね。もうほんとアグレッシブですからね、もうまだ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 っていうね、ツイートされてますから ね、 ね、これ今シーズンのあんまり意識をしなかったな。今シーズンの秋田のこの出してる数字っていうのは、まあ田中選手をもちろんチームとしての数字っていうのは、先生世界的に見てもちょっとやばい数字なんでしょ。
そうですね、このままいくとシーズン的に言ったら、ね、10失点が11失点っていうペースで来てますから、こんな失点で終わったチームなんてやっぱりないので、うん、これをだからちょっと歴史的な、世界的な意味での歴史的な記録にこのままなるんじゃないかと思うから、そんな中でもやっぱ田中選手の記録本当にもう素晴らしいなっていう、もっとあの自覚していただいていいですか、ご自身のすごさを。いやでもまだ終わってるわけじゃないあ、そうですよ ね、まあ、そうですね、もちろんね、はい、そうですよね、はい、キーパーとしてうまくいってる部分っていうのは具体的にどういうところなんですか、読みが全部当たるぜとかいうことですか。いや、逆にその読んでないっていうその無の状態で、そうなんですか、はい、もうやれてるなっていう、集中して毎試合取り組めて、で自分のストロングポイントであるシュートストップっていうのをしっかり出せて、でチームに貢献してるっていうのがあるので、あのペナルティーエリアの中から のセーブ率が 88.9% っていう、10本に9本ほぼ飛べてるっていう、わうわうわうわ、それえ結構高いな、高いんですかそれは。リーグトップです、1位です。わおわお、自覚持ってくださいって言ってるでしょ。リーグトップですよ、はい、うん、やっぱキーパーはシュートを止めてナンバーだと思ってるんで、はい、今はそのポゼッションだったりとかもすごい大事な要素になってきていて、うん、で僕としてもそこは必要だと思ってますし、うん、大事な部分だとは思ってるんですけど、でもやっぱ根本的にはやっぱシュートを止めるっていうのがキーパーの一番の仕事だと思ってますし、で現にその秋田のサッカーとしても結果としてもそれを、はい、なんていうんですかね、示してるというか結果を出してると思うの で、はい、まあ、そこは売りかなっていうのと、あとそのキックフィードに関しても結構秋田としてもやっぱロングボールが多いので、はい、でそこの飛距離だったり質っていうのも求められているので、うん、まあ、そこも不倫していきたいなとは思います。赤選手この蹴るパントキックの時のフォームがなんか美しいなっていうイメージが僕個人的に綺麗ですね、ありますけどね、綺麗ですね、あのですか、セーブしてるところとやっぱりこう蹴ってるところっていうのがちょうどやっぱり、高橋あの辺っていうのはやっぱあの辺っていうのはカメラ意識してるわけですか。いや全くしてないですね。してないですか。してないですね。僕いつも思うんですけど、キーパーセーブするでしょ、はい、セーブ決めてよっしゃーとかちょっとあるじゃないですか、はい、はいはいはい、その後絶対自分にカメラ来てる時間ってキーパーが一番わかるじゃないですか、俺今映されてんなっていう、あれって意識するもんなんですか。その時に顔作る選手とか結構いるじゃないですか。はいはいはい、ね、田中選手結構 かっこいいんですよ、ああいう時も。あ、本当ですか。いやいや、かっこいいですね、集中してる感じめちゃくちゃかっこいい。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。いやでも僕全く意識してないですし、なんていうんですかね、そのやっぱ止めたとしても試合に勝つわけじゃないので、ああ次がね、はい、流れをこう変えるプレーとかはこう大事だと思いますし感じるんですけど、でもそれをビッグセーブしたからといって別に試合に勝つわけじゃないので、なるほど、そっか、はい、90分終わった時がやっぱ大事なんで、あんま一喜一憂はしないですね。そうですよね、それはそうですよね、はい、ちなみにあの多分あのメインスタンドの上の方のカメラがブーってこっちを向いて今オンエアの場合は赤いランプがついてると思うんで、次回からちょっと意識してみてください。いやダメですよ、集中して。そんな余裕ないですから。そうですよね、これはもうファンの方怒られちゃいますからね。田中の集中を乱すんじゃないっていうことになっちゃいますからね。相模原時代、はいはいはい、よく見せていただいてたんですけど、はい、秋田は慣れました、はい、もう生活、そうですね、生活、はい、出身も宮城だったので。そうですよね、ね、はい、で高校も青森で結構遠くに馴染みがあったので。そっか、はいはいはい、なんなら相模原の方がちょっと南行き過ぎてるな自分っていう感じだったんですね。いやそうですね、ちょっとなんか出しゃばっちゃってるんじゃないのかなっていうのはありました。しっくり行ってると。はいはい、落ち着いてますことですね。あ、はい、食べ物なんかもフィットして。そうです ね、秋田何が美味しいんですか。これ前山選手も聞いたんですけど、やっぱ有名なのはきりたんぽだと思うんですけど、はい、そうですよね、僕は結構うどんとか麺類好きなので、へー、で秋田稲庭うどんっていうのがあるんですけど、稲庭うどん、はい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 、稲庭うどん、はい、そうそうそう、美味しいですよね。
あれ結構好きですね。そのうどんとそうめんのちょうど間ぐらいの。あ、美味しい、あれ美味しい。美味しいですね。はい、きりたんぽってあのいろりバターでやったりもしたことあるんですか？あの熱って言いながら。ああ、それはないですね。やっぱコロナのこともあって。そうですね。まあ、そうですよね。活動が結構自粛というか制限されてるので、あんまそういうのは感じれてないですね、まだ。そっかそっか。ね、やっぱあの串熱いんでキーパーグローブ絶対してってくださいね。ずっとなっちゃうんで。でも俺汚れる方が嫌かもしれないです。そうですよね。はい。お醤油味噌とかついちゃうからね。はい。ああ確かに。熱ってなるよりもちょっと汚れがちょっと気になってるかもしれない。やっぱり聞きたくなっちゃうんですけど、相模原自体にやっぱこう、はい、川口義勝先輩。はいはいとね、はい、一緒に練習されてた時期があるわけじゃないですか。ご自身にとってどんな存在だったわけですか？どんな存在、ええ、やっぱもうお父さんみたいな感じでしょ。あ、第二の父みたいな。そうか、やっぱ世代、はい、お父さんになるわけですよね。もうちょうど20個上なんですよ。はいはいはい、僕同い年なんですか、なので選手と。あ、本当ですか。はい、そっか。今年そうですね、そうです、20個上なので、もう吉川さんの息子でもおかしくない年なので。本当ですよね、はい、いっぱい教えてもらったりこう盗もうとしたりとかっていうのあったんですか、やっぱり。そうですね、本当、うん、お父さんなので、あんまこう口うるさくというか、言葉でこうああだこうだって言うタイプではないんですよね。僕がこう聞いたらこう真摯にこうアドバイスとかくれるんですけど、うん、こう自主練習、練習が終わって、僕、大卒1年目だったんで、やっぱりその自主練っていうのもずっと長い時間するんですけど、はい、あ、お前やるんだとか言われて、ええ、そしたら俺もやろうとか言って、僕の前にトレーニング一緒にするんですよ。はい、だからまあ簡単に言うともう、見とけと。ああ、こう、わうわうわ、口でとかじゃなくて、背中で見せてくれるような、はあ、職人のお父さんみたいな感じですね、じゃあね。いや本当にそうですね。キーパーという職人の第二の父みたいな感じですね。じゃあこの言葉をもらって大事にしてるとかは特にないんだ。吉川さんから言われた言葉ですか。いやでも結構ご飯とかも行かせてもらったんで、はいはいはい、自分を変えてくれるような言葉が多かったんですけど、はい、でもそのエピソードとしてはもう吉川さんが天然っていうエピソードの方が衝撃強すぎるんで、そっちの方が上回っちゃってる。この言葉が刺さったっていうのは、はい、そっちの天然の方が強いですね。もういろんな言葉、いろんなことを教えてもらった。そうなんですね。それはだからはっきりしたもんじゃなくて、いろんなニュアンスとして染み込んでるってことですよね。いやもうたくさん本当に言葉とかいただいて、はいはいはい、アドバイスもいただいたんですけど、はい、もういざこうパッてこうエピソード一枚だけでかいエピソードって言われても吉川さんの天然エピソードしか出てこない。1個だけいいですか、天然エピソード。いやまあ多分結構世間で結構知られてるかもしれないので、はい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 、コアなところで行こうと思うんですけど、僕1年目大卒 1年目で入った時のすぐキャンプがあったんですけど、はい、吉川さんと同部屋にさせてもらってて、はいはいはい、学べってことですよ。あの、うん、はい、練習後も結構話す気があったんですけど、うん、僕一つ上の先輩に相模原時代に、はい、雄大さんっていう先輩がいて、雄大さん、はいはい、うんうん、だから雄大かぶりしちゃったんですよ。はい、でその先輩がもともといますし一個上ですし、はい、僕が新しく帰ってきたので、はい、どっちを雄大って呼ぶかってなった時に、はいはいはい、やっぱ向こうを雄大ってみんな呼びたがるじゃないですか。はいはい、そうですよね、そうですよね、先に先輩なわけだから、はい、はい、でもキーパーその選手はフィールドだったので、僕キーパーだったんで、はい、キーパーの中で雄大って呼ばれてたんですよ。はいはいはい、キーパーの3人の中で、はい、4人の中で、はい、で吉川さんが僕と話す時に雄大って呼ぶと向こうが反応しちゃうと。ああ、はい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 、だからお前の呼び名を変えるから。なるほど、あ、分かりました、オリジナルの作ろうぜと、うん、いやでもシンプルに田中だったんですけど、はい、じゃあこれからもう雄大のこと田中って呼ぶ、はい、分かったか雄大って言うんだ、はい、もう雄大って言ってる、もう言っちゃってると思って、綺麗な、これからお前のことは田中って呼ぶからな、な雄大って、え
もう言っちゃってますよみたいな。かわいいなっていうのはありますね。素晴らしい。え、それ突っ込んだ時にあって言うんですか、やっぱり。え、あって気づくんですか。今雄大って言ってるそばから言ってるじゃないですかって、あごめんって言うんですか。いや、あごめんっていうよりは、ね、いいねっていう感じですね。よく気づいたねみたいな。いや絶対狙ってないですよねみたいな。まあ、田中選手、残りもあと十何試合っていうところありますけど、まあ、今一度というか、もう、それこそこの終盤だからこそ改めて聞きたいのが、残りのね、今シーズンの目標と、こう終盤戦のこう意気込みとかってことをちょっと伺わせていただきたいなと思うんですよ。そうですね。僕としては、こう、J2 昇格というよりは、もう優勝っていうのを最初に開幕する前から掲げていて、はい、うん、まあ、そこは変わらないですし、を目指してやっていきたいなっていうのと、その数字とかもやっぱりこう、なんていうんですかね、大事だと思うんですけど、そういう記録とかにはあんまり意識せずに、もう毎試合毎試合無失点にこだわってチームに貢献して、その大きい目標を達成したいなとは思います。なるほどでございます、まあ、チームの目標だから達成すればするほどむしろ個人のね、まあ、データも残ると思います。で、あと残りまた10月、11月、12月とまたこういう期間あるので、どうしましょうね。残り、どうします全部。田中優で、田中優で、田中優で。MVP だからね。そうですね。で、じゃあ、お願いしてもいいですかね。いやいやいや。じゃあ、え、田中選手、また来てくれるかな。いいともー。ひょうきん。いい感じで取り終えた感じがあるんで、ちょっとこんな話してるんですけど。はいはいはい、先生一緒なんですよね、宮城でね。そうなんですよ、田中雄大選手。僕も宮城で。そうなんですね。はい、名取ですよね。名取です、名取です。そうですよね、僕多賀城で。あ、そうなんですね。そうそうそう、だからさっきの代表のくだりでも、川口選手ってところもあるけど、なんだったらもうシュミット田中っていうところになって宮城で組んでくれたら嬉しいなとか思ったんですけど。確かにそうですね。そうそうそう、シュミットさんも宮城出身で。そうそう、でもね、まあ、やっぱそう考えるとちょっと宮城にもあの笹かまぼこってのがあるんですよ。ありますね。はい、いいですよね。田中選手、笹かまぼこと、はい、きりたんぽだとどっちの方が、気をつけてくださいよ。どっちが好きって言っても何かを失いますからね。これ何かを得ますけど。そうですね、はい、でもやっぱり僕今秋田にいてすごいいい思いさせてもらってるんで、はい、笹川ですね、笹川。笹川です。綺麗な振り落ち、綺麗な振り落ち。笹川です。笑いのためにね言ってください。きりたんぽもちろん大好きっていう。多分本当になんか大事なものを失った気がします。大丈夫、それがね、つつがなく編集されるんで大丈夫ですからね。きりたんぽ大好き、きりたんぽ大好きっていうのいただいていいですか、はい、せーの、きりたんぽ大好き。はい、これ入れさせていただきますんで、はい、後でそしたら編集お願いします。しっかり